います。今日もこの青空を見てください。もうね、梅の花も咲いて、あと1、2週間でもう桜も東京都ではね咲くっていう予報が発表されました。皆様に一軒でも多くね美味しい蕎麦屋さんを紹介したいなと思って、今日も蕎麦田んぼに出かけます。前回、約1年半前後に、撮らせてもらいました、栃木県鹿沼市にありますタロッペ茶屋、そこのご主人の、人柄がよく出てたいい動画だったんです。私もお気に入りの一つです。今日そこにお伺いして久しぶりに再会したいと思いまして、また皆さんにご支援の笑顔をね届けられれば、嬉しいなと思って、出かけております。楽しみにお伺いしたいと思います。ではね、近づきましたらね、ご案内いたします。久しぶりのタロッペ茶屋です。いや今彼女たち召し上がってんですから。本当に山あいをね、ゆっくりゆっくり、走っております。まあ本当にね、2度目だから分かりますけど、初めどうなることやら、お蕎麦屋さんがあるのかなと思ってきましたけど、まあ、あるんです。それがね、そういう、タロッペ茶屋さんがあるんですね。こんなそこでゆっくりお蕎麦をいただけるなんてね、幸せな時間ですよね。もうそろそろタロッペ茶屋さんに着きます。見えてきました、タロッペ茶屋さんですね。多分あれが、お蕎麦っていう上り旗があります。タロッペ茶屋さんですね。ね、ここに車を1台置いて、お客さんいるいる。はい、到着しました。こんないつの間にかこんな置くようになっちゃったんだ。いやいや、うちなんかもっと大したことないですよ。ただ好きだからやれるんで。いや、でも俺ご主人とそんなに年変わんなかったですよね、多分。俺26年もあるよ。ほら、俺27年だもん。ずっと下なの？そうですね、俺27年までです。今年70になります。このね、かぼちゃとこの煮つけがたまんないね。ね、前は何やってたの？あのね、建築でね、サッシ屋、ガラス屋っていうかサッシ屋をやってたの。建築でサッシ屋を、こういうね、そういうのを建築で収めてたの。そういう会社をやってたの。それやめてやってんだから、蕎麦屋を。今日はお休みなんだ。今日は休みです。これ出しすぎだよ、いっぱい。そうだよね、うん。損得考えないでやってるからだよ。人が良すぎるね、ご主人は。テーブルがいい？はい。ちょっとお飲みしましたね。はい、どうぞ。はい。
うん、うまい。この太さがね、うん、ああごちそうさまでした。お店の人もらった。それはちょっと誰がそういう人言ってはなんだかね。昨日はさ定休日だけど店出してたじゃない。どうせ掃除してるんだったら来るかもしれないから開けとこうと思って。半組しか来ない。定休日だから来なくて正解なんだけど、前はね社畜に。来てたんだよね、それでも。いや、だってうちだって昨日定休じゃないですけど、本当に昨日もうガランが 4人、5人、そんなもんですよ。そんなもんだよね、今の時期ね。そんなもんですよ。だけど、俺は、まあ、商売は商売なんだけど、楽しくやれてるからいいやって思えるんですよ。飽きないだから。本当そうですよ。それは私も飽きないでうちに生まれたの。その休みの時はこうやって YouTube の撮影で全国いろんなとこへ行ってるんです。それは8分やるのこれ。大体8分ぐらいですね、1本が8分ぐらいでまとめてる。じゃよろしくね。はーい、歯が抜けちゃった、ゆっくりねさせてもらいました。もう懐かしくね、1年半前に伺いましたタロペジャーさん、美味しいそばと、魚をいただきました。まあ懐かしい思いでね、心よくお話もしてもらって、いい一日でした。報告があります、先日ねテレビ東京から電話がありまして、去年放送しました昼飯旅の、テレビ東京昼飯旅の、再放送をしたいのですがよろしいでしょうかというお話がありました。よろしくお願いしますということでお答えしときました。放送はですね3月28日月曜日、何本かあるうちの順番なんでちょっと分かりませんが3月28日月曜日ですね放送になりますので、もしよろしかったらご覧いただければ嬉しいなと思います。またねもう少しで、チャンネル登録1000名に近づいてきましたので、ぜひまた皆さんお友達 ご家族で、チャンネル登録、増やしていただければ嬉しいと思います。今日はその辺でこの辺でねさよならします。今日は一日ありがとうございました。